はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。リスナーさんからいただいたリクエストをやっていく企画、俺、縛ります。今回の縛りは、エルカーナインに、デュアル。二丁拳銃、アキンボってやつですね。はい、やっていきましょうか。この作品、アキンボ、デュアルできるのは、ハンドガンだけということでね、非常にプレミア感あふれるアタッチメントでございます。ブラックオプスの時はですね、サムシンガン、ほとんどのサムシンガンがデュアルできたっていうね、ちょっとね、異例があったんですけどもね。ちょ、壁走りはちょ、勘弁しようよ。いや、こっちから行こうかな。オッケー。まだいるね。そういうことか。くわー、フラグやめちくり。あ、離れてる。距離が離れてる。つらい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 。こっちで、あこっちだよ。くそ、後ろにいたんですね、あれね。ここで待っておきましょうか。来るかもしれませんからね。ね、いたでしょ。上だよ上だよ。はい、ちょっとマーシャル使いがいますね、敵に。ちょっとマーシャル使いはちょっとライバルに近い存在。やっていきましょう。わお、後ろいる。だからもうここはもう仕方だ。全力で走り抜く。ナイスキル。追いかけてくるかな。あー、つらい。うー、 OK、 強い強い。いるかな、いる。強い。うわー、コンカッションやめてちょ、コンカッションは今回ちょっと強すぎるんでね。もう当たったらほぼ死あるのみなので。 OK。あー強い、アキンボ強いわ、めちゃくちゃ強いわ。まあ、でも20発しかないんでね、もうちょっと心もとないかなって感じですけどね。やばい、マーシャル使いが火を吹いてると。マーシャル特化ですね、あいつ。上です。うい、トラッカー様様、門待ちにも対応しますよ。よし、 OK。よーい。うわ、そっちか。正直そっちはもう見てなかったですね。いないと思ったからね。実はいました。スパローがいますね。今だー、あー距離詰めてなかった。そこずっといたんですね。さあ、上行ってみましょうか、せっかくなんでね。ナイス。表に出るのはあんまり避けた方がいいですね。弾当たっちゃいましたね。多分これ外周から来るんじゃねえかなって僕思うんですよね。外周から来ると思って俺は地下から行こうかな。怖っ。これちょっと外側からガッガッガッと行ってみようかな。これ多分バレることはないでしょう。ほら、よしよし。上いましたね、ナイス。詰めてきてもええんやで。俺デュアルやから、俺デュアルやから、こっから入ってきてもええんやで。あ、来ますねこれ。ナイス。多分裏、うわ、結構反応してんな。第六感こっちかな。よし、ナイス。右左側結構通られてますね。こっち行ってみましょうかいらっしゃらない、いらっしゃるいらっしゃる。あの新武器まだ1個もゲットしてないです。欲しいですね。あの特に武器系がいいですね。ハンドガンか、MX ガーランド、どっちかが欲しいですね。さあ、近距離特化エルカーデュアル、これさ結構強いぜマジで。あのスナイパーのお供にぴったりですね。アタッチメント1個つけることで。よう、わかったな、俺だ。よし、こっちだ。オッケー。これやっぱあの同時に撃った方がいいですね。火力底上げというか、もうあの4発あったら勝ちなんでね。なるべくこう片方ずつ撃つのではなくてね、両手で撃った方がいい。 UAV 出すね。あ、来ますねこれ。さあ、来てもいいやね。あ、反応してます、来てますねこれ。オッケー。第6巻強すぎ。 UAV が敵に破壊された。今作強いですからね、第6巻マジで。近距離、弾がないですね。ギャッ、バレてた
スライディングでドヤ顔決めてやろうかなと思ったけど、ダメでしたね。こっちから来るかな。後ろから追いかけてきてるが、それは鹿と門町、どっちでしょうか。外周行きましたね、きっと。地下から失礼しちゃおうかな。ああ、カーショットになってますね。そこだ。よし、トラッカー様々ですね、マジで。本当に強い、これは。もう相性ぴったり、ぴったり。ああ、2枚いましたね、今。言い過ぎですね、あれは。ワッツ。ああ、上か。上だよ。よし。ビジョンパルス映りましたね。逃げましょう。いや、逃げれんかった。もう、ジャンプしたのに登っちゃうから。登り動作かなり隙あるんでね、なるべく避けていきたい。なるべくというか、もうほぼ避けたい。あ、外周行きますね、これ。あ、地下入ってったね、これ。地下ですね。カモン。ええんやで、来て。いらっしゃい。失礼しまーす。地下は俺が占拠者。いるいるいる。また同じとこいるやんけ。はい、こっち。抜けてきている。抜けます。スーッとリロード挟んで、敵のリスまで一気に押し込む、押し込む、押し込む。後ろから失礼します。そしてまた地下から上に。完璧な立ち回り。これはもう相手も翻弄されてますね。まあね、翻弄されたところでね、勝てなかったら意味ないんでね。な、地下から上に上がる方がなんか、立ち回り今回、合ってる気がするんでね、それでいきましょうか、今回。あと地下に来る敵結構いるんで、そこも注意していただきたい。OK。こっちから行こうかな。ワンパターンですけどね。ワンパターンですけど、キルできるんやったらこっちの方がいい。オービタルだ。スライディングさせて。あ、中か、これ2階やと思った俺今。あい、やっちった。今2階にいると思ってね、突っ込んだんですよね。ダメでしたね。いるる。こっちだよ。こっちだった。バレてた。くっそ。あの2択に負けるの恥ずかしいですね。まあね、同じ手には2回も引っかからないということでね。こうね、オービタルじゃねえや。ヘイター出てる時ってね、なんか非常にこう、どっちなんだろうって思いますよね。あ、上かな下かなみたいな。ということで、エルカーナイン、アキンボでしたが、これ強いよね、普通に。メイン武器だよね。うん、このデュアルの、この瞬時具合。うん。4発あったら勝ち。20発、20発、40発の腰打ちが一気に出てくるっていう火力特化。非常に強いです。では、ご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関しては、動画コメント欄もしくは Twitter にて気軽に募集してますので、声かけてくれたら幸いです。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。